さぬきはここまで先制点を挙げたゲームは落としていない。しかしここで追いつかれました。勝ち越しを決めることができるか。落としていって、まだちょっとボールがルーズになっていって、さあどうだ、シュート打っていく、決まった、ゴール決めたのは途中入っていったこのフケ。今シーズンは2ゴール目、勝ち越し点。開幕戦に続いて2ゴール目を挙げました、勝ち越し点フケ。さあ見てみましょう、このボールフケトラップして落ち着いて決めました。2対1、追いつかれた、さらにすぐその後に勝ち越し点を奪いましたフケ。シーズンはキャンプの間からフィジカルトレーニングを積んで裏への